それじゃあ配信始めるよ。みんな、今日も私たちの配信を見に来てくれてありがとう。今日は特別緊急配信っていうことで、一つ特別なお知らせをさせてちょうだい。みんなに会えるリアルイベントをやれそうなのよ。喜んでもらえて嬉しいな。日時は来月の第4土曜日16時から。場所は渋谷奥山ビルの地下1階ホールよ。直前の告知になっちゃってごめんなさい。でも、ちょうどクリスマスに会場が取れたのよ。配信もクリスマス当日にやる予定なんだ。どんなイベントになるのか楽しみにしててね。それで、実は今日はみんなにお願いしたいことがあるんだ。会場と日時は決まったんだけど、イベント当日に手伝ってくれるスタッフさんが足りてないの。今のままだとイベントでできることが少なくなったり、来てくれる人の数を減らさなきゃいけなくなっちゃうんだ。だけど私たちはできるだけたくさんの人たち、応援してくれるみんなに来てほしいの。だからもしこの中にスタッフとして参加してもいいっていう人がいたら協力してもらいたいんだ。きっとみんなはスタッフとしてじゃなくてファンとしてイベントを楽しみたいよね。それなのにこんなことを頼むのはすごく申し訳ないと思う。でもどうしたらいいんだろうって思った時に、ある人が私たちがイベントをできるようにって協力を申し出てくれたの。ええ、それからみんなでいろいろ考えて思ったの。もし同じように考えてくれる人がいるなら、私たちのイベントを手伝ってもらいたいって。もちろんイベントを客席で楽しめるわけじゃないし、できるお礼も大したものじゃないわ。でも、もしそれでもいいって言ってくれる人がいるなら、お願い、助けてほしいの。お願いします。私はみんなと一緒に今日のイベント最高だったね、また来たいなって言ってもらえるようなイベントを作れたらとっても素敵だなって思うんだ。私は昔、画面の向こうやステージの上を見ながら何回もそう思ったから。参加申し込みフォームは後でこの動画の概要欄に公開させてもらうわね。よかったら見ておいてくれると嬉しいわ。みんなありがとう。本当にありがとう。みんなで作ればきっととっても素敵なイベントができると思うよ。ううん、できると思うとかそんなんじゃなくて、絶対にいいイベントにしよう。よし、セッティング終わった。
ビデオ会議始めるよ。うん。それじゃあ皆さん、イベントまで時間がなくてすみませんが、よろしくお願いします。一緒にいいイベントを作りましょう。みのりの言う通り、こういう形で応援したいって思ってくれてる人たちはたくさんいたのね。ねえ愛梨ちゃん、ビデオ会議の音量がちょっと小さいから上げてもいいかな。ああ、それは私が上げるから、あんたは触らないこと。うん。それじゃあ早速イベントの内容を伝えて、それぞれの分担を決めていきましょうか。はい、よろしくお願いします。まず今回のイベントの内容だけど、クリスマスイベントらしく、ステージもクリスマスっぽく飾りたいわね。私もお家にある飾りを持ってこようかしら。リストにあるものは全部使えますよ。私物もある程度なら持ち込めますし。これはいいアイディアだね。釣り物があるとすごく華やかになるし。ファンのみんなのおかげでいいイベントが作れそうで、すっごく嬉しいな。スケジュールを確認するね。私たちとスタッフさんたちは午前中に会場設営、午後1でリハーサル、それから15時半に会場、16時に開演かな。オッケーよ。みのり、声出しはここに来る前にやっておいたでしょうね。はい。大丈夫よみのりちゃん、いつも通りに行きましょう。あ、うん、ありがとうしずくちゃん。おはようございます。皆さんお揃いですね。あ、斉藤さん、おはようございます。おはようございます。なんだか変な気分ですね。ビデオ会議では何度も顔を合わせてるのに、実際に会うのは初めてなんて。うわー、女神。女神？あ、すみません。私、昔からずっとしずく様、しずくちゃん推しで、こんな近くでしずくさ、しずくちゃんが私に声をかけてくれるとは思わなくて。やっぱりあんたってちょっと面白いファンつくわよね。熱心に応援してくれてありがとう。斉藤さん、今日はよろしくお願いしますね。はい。失礼しました。今日は公私混同はせずに、しっかり責任者を務めさせてもらおうと思います。ありがとうございます。そしたら他のスタッフさんたちにも挨拶に行こうか。斉藤さん、
今日は全員で26人ですよね。あ、午後にもう一人合流してくれるみたいです。申し込みフォームに届いていました。午前中に予定があるから悩んでたけど、やっぱり午後からでもスタッフ参加させてほしいって。そうなんだ。そこまでして参加したいって思ってくれるなんて嬉しいな。ええ、私たちも期待に応えられるよう頑張りましょう。じゃあ挨拶に行きましょうか。うん、いよいよ始まるんだ、モアモアジャンプのイベントが。よし、イベントの準備頑張るぞ。みんな今日はよろしくね。一緒に頑張ろう。それじゃあ会場設営から始めます。皆さんが思っているよりも設営は大変だと思うので、力を合わせて頑張りましょうね。では打ち合わせ通り、ステージと受付で分かれてやっていきましょう。